この映像は森山区のさまざまな魅力を皆さんにご紹介しようと、森山区役所と金城学院大学の学生が共同で制作したものです。皆さんがまだ知らない森山区の一面が見られるかもしれません。ホタルでつながる小畑緑地。それで今日はホタルの守りたい、君たちホタル守りたいだから、ホタルの住むところをきれいにしましょう。小畑緑地にはホタルを守る活動をするホタルを守る会があります。守る会の方にお話を伺いました。ホタルの会の方々にお話を伺いたいと思います。よろしくお願いいたします。ホタルを飼育していて楽しかったことは何でしょうか？また苦労したことは何でしょうか？ホタル飼育なんですがね、多分今日のメンバーは苦労したことはあんまり覚えてないんじゃないかな。やっぱり飼育したホタルが飛ぶと楽しいですから、そういう思いでずっとやってるはずです。地域の人々の関わり方や鑑賞会についてどのように考えていらっしゃいますか？今年は6月の5日にやるんですが、やっぱり地域あってこそ我々の活動と思いますので、その地域の方々に迷惑にならないように、あるいは毎年6月第1土曜日がこのホタル鑑賞会なんですが、地域の方々が楽しみにしてもらえるような催しにしたいなと、ずっと12年なんですけど、それでやってきております。ホタルの餌になるカワニナが最近減少していると聞きましたが、その代わりになる餌はありますか？ない、はい、それと蚕の餌みたいにね、できるといいな、今後かな、はい、ホタルの飼育で特に気をつけていることは何ですか？そんなに難しいことはないんだけども、毎日毎日ね、忘れないで水を変えてやるということぐらいかな。で、気温、水温と気温の関係が難しいですね。特に夏場、8月の前半ぐらいまで順調に育ってきたホタルがね、8月中頃から10月の中頃ぐらいにかけて亡くなってしまうのが多いの、ね、で、それをうまく育てきればね、飼育は成功だろうと思います。そんなに難しくないんで、あんまり気にしないで毎年やってるということです。今後会をどのようにしていきたいとお考えでしょうか？そうですね、我々は地域に根ざした活動ということでやっておりますので、この会のホタル通信出している方に振ります。どうぞ。お願いします。ホタル通信ってのは見に来る方や、そうでない方も含めて会員100人ぐらいで、ね、出してるんですが、見に来なくてもやっぱりホタルがいいなということを感じるように書こうとして思っております。で、やっぱ渡り口にホタルがいる時期には見に行きたいという、そういう気持ちで、読んでくれたら少しでもいいんじゃないかなと思っています。本日はありがとうございました。今日は小畑緑地管理事務所の佐々木さんと高山さんにお話をお伺いします。よろしくお願いします。小畑緑地には豆なしという木がたくさんありますが、豆なしの魅力について聞かせてください。はい、豆なしはですね、絶滅危惧種に指定されておりまして、生きた化石と呼ばれております。また毎年桜の花の終わる頃に白い綺麗な花を咲かせてくれます。豆なしはですね、東海地方、愛知、三重県、岐阜県、長野県、この4県に生息する木なんですが、だいたい400本ぐらいが今確認されておりまして、
そのうちの200本近く、半分近くがこの小畑緑地近隣が自生しているということで、大変その辺からも注目されている木になっております。豆なしは絶滅危惧種とお聞きしましたが、豆なしを守るために何か対策などはされていますか？豆なしの幼木がですね、人に踏まれないように目印をつけたり、また日当たりを良くするためにですね、周辺の樹木を剪定したりしています。また、ボランティアの方々がですね、よく観察をして、適切に保護していただいております。水仙園は小畑緑地のおすすめスポットとされていますが、水仙園の魅力について聞かせてください。はい、水仙の魅力はですね、管理事務所主催で年2回自然観察会を開催しております。また春にはですね、小葉の蜜蜂ツツジ、春林道、東海小毛仙五景などが見られます。また秋にはですね、白玉干し草、また珍しい昆虫などがご覧いただけます。水仙園はですね、小畑緑地の、中央園とい う緑地のほぼ真ん中あたりに位置するところに あるわけですね。野鳥園と水仙園とございます。その水仙園は先ほど高山が言いましたように、いろんな水生植物が咲き誇っております。で、地域のボランティアの活動なくしては維持できない貴重な場所です。基本的には朝9時から4時まで、この間が入場できるようになっております。年末年始の休みはございますが、そういうふうで入ります。ただし、保護地区がございまして、そこは常に施錠されておりますので、一般の方もちょっと入ることはできません。この辺はご承知をお聞きください。はい、ありがとうございました。緑ヶ池ではこの写真のように素敵な現象が起こるということですが、どうしてこのような現象が起きるのでしょうか？はい、これはですね、蒸気霧といいまして、冬に水温が高く外気温が低い時に見られます。はい、この風景は何月に見ることができますか？これは冬の時期に日の出とともに見ることができます。緑ヶ池には野鳥観察の方が来られるそうですが、どのような鳥を見ることができますか？カワセミ、メジロなど70種類以上の野鳥がご覧いただけます。秋から冬にかけては、野鳥観察会の方が、野鳥の観察をしているようです。その時期にですね、ぜひ参加していただいて、この綺麗な緑地公園を知っていただきたいなと、野鳥に関する、知識もですね、高めていただければ、ありがたいなと思います。そうですね、本日は佐々木さん、高山さん、ありがとうございました。ありがとうございました。最後に清掃活動に参加した小学生が書いてくれた作文を紹介します。5年生の奥野修平くんからの作文。今日僕は白沢川でホタルを住みやすくするため掃除に行きました。いっぱいゴミがあったので取るのが大変でした。これからも川をきれいにしようと思います。他にもたくさんの子どもたちが感想を書いてくれました。みんな楽しみながらホタルを守っているようです。今日のホタルの会で楽しかったことは何ですか？飛んでいるホタルがキラキラと輝いていて、とても綺麗でした。演奏とかは見たのかな？見ました、ちょっとだけ。どうでした？上手だった。また来たいと思いました。はい、ありがとうございました。ホタルの会はどうでした？とても綺麗で、演奏も綺麗でした。どうでした？高校生たちの演奏がとても上手でした。ホタルは見れました？はい、とても綺麗でした。ホタル綺麗でした。ありがとうございました。どの演奏が自信ありました？私はソロがあったのでソロにすごい自信がありました。どうでした？かっこよかったです。
今日はたくさん人がいらっしゃいますけど、毎年こんな感じなんのでしょうか。いや、今年は特に多いですね。やっぱり名古屋市のコップ店絡みでしょうね。はい。今日は大成功でしょうか。ま、大成功。ただね、来年が心配です。これだけ人来ると来年どうするか、その対策を考えてないですね。はい、ありがとうございました。はい、どうも。